はい、守り神の一人ごとです。はい、今日ですね、4月3日、19時からですね、パナスターで、J1 第6節、京都、3月のホームゲームがありました。現地観戦してきました、私の方は。いやー、結果はね、皆さんもご存知の通り、スカルスド00引き分けということで、90分間終わりました。今ね、帰ってきたばっかりなんで、すぐ撮っている状態で、まあ電車の中とかでね、 え、試合のえ内容とかをちょっとメモしながら思い返したりとか、ちょっと画像を見返したりとかしてたんですけれども、まあ、そうですね。まあ、負けなしでいけたっていうのが、まず、うん、良かったなというところと、うん、勝てた試合だったのになっていうところと、 うーんどちらもうーんあるかなというところですね。なんか押されっぱなしっていうわけではなかったなとは思うんですけれども、まあ、ただ自分たちの、えー、戦いができたかっていうね、ガンバのいい戦いができたかっていうと、そうではなかったのかなという試合だったかなと。 思います。はい。じゃあちょっとゲームの方、えー、振り返っていきましょう。えっ、ー、と、まずですね、スターティングメンバーの方から見ていきましょう。スターティングメンバーがですね、えー、ゴルキーパー一森、そして右からハンダリック、えー、そして三浦玄太、中谷慎之介、黒川、圭介、えー、そしてボランチが右に鈴木徳馬、左にネタラビ、えー、そして中盤が、えー、右にアラーの左にウェルトン、そしてトップ下に山田光太、ワントップ、宇佐美隆と。 なっておりました。そして前節からで言うと、えー、ダワンとネタラビが変わったぐらいですかね。一人しか変わってなかったということでね。まあ、この過密日程の中でターンオーバーを使ってこなかったというところがね、ポヤトス監督の おどういうことなんだろうなっていうふうにはちょっと思いましたけどね。うん、次の、じゃ札幌戦でターンオーバーするのかみたいなところなんですけど、ちょっと過密日程の中での、うん、チームマネジメントとしてはちょっとそれはどうなのかなというところは、えー、スタメン見た瞬間にちょっと思ったところですね。はい、そして、えー、サブメンバーの方は、えー、ゴールキーパー超王林ですね。あのー、結局、東口は何なんですかね怪我なんですかねちょっとこれの情報が全く出てないまま。 前節は、えー、ステイマン、ジョシュア、ソータロだったし、えー、今節はチョーオリーになったしっていうところで、東口どうしたのかなっていうところはちょっと思ってるところですね。はい。そしてディフェンスは、えー、中野として、あ、ごめんなさい。福岡、そして中野がディフェンスでサブで入っておりました。 そして、ミッドフィルダーがダワン、えー、そして、メシノ・リョタここもね、前説スタメンのダワンと、えー、前説もサブだったメシノってところがサブ入りしております。そして、フォワード・坂本。ここもサブ入り変わらずで、で、えー、もう一人フォワードにジェバリが、えー、今シーズン初のメンバー入りというふうになりました。 まあジェバリーがね、どれぐらいちょっと毛が開けということでコンディション戻ってるのかっていうところが気になるところかなというふうに思うんですけれども、まあそれ以外はね、え大きくメンバーは変わってなくて、ま大きな違いというと、やっぱりここ、え4試合か、え4試合ずっとスターティングじゃなくてサブメンバーに入り続けてた、え倉田が、 えー、メンバーに入ってなかったところも意外なところかなというふうに思っていて、まあ、えー、倉田だったりとかね、石毛だったりとかがメンバーに入っていないというのはちょっと意外なところだったかなというふうに思います。そして、えー、京都の方もですね、メンバー見ていきましょう。京都はゴルキバ、クソンユン、えー、ディフスが右から福田、アピアタウィア、そして、浅田、えー、佐藤京、そして、中盤が、えー、武田、 が、うん、アンカー気味に入っていましたね。そして、インサイドに川崎と松田天馬というところでした。そして、左に安西ですね。これが J 初スタメンという安西そして、右に豊川、ねえー、真ん中に原田一となっておりました。はい。まあ、おそらくこう、マルコ・トゥーリオとかが、えー、途中から出てくるんだろうなというのは予想はされていたところだったんですけれども、スターティングでね、えー、使ってこずっていうところで安西を使ってきたというところが、大きな、えー、変化でしたね。 はい。まあ、えー、試合の方に関して言うと、前半のやっぱ入りのところでかなりガンバは、えー、苦労したかなと。まあ、京都がかなり出足が良くて、前からのプレースガーッとはめてきたので、まあ、ここに関してはかなり、えー、苦労、えー、したかなという印象です。あまりこう、うまくボールが回ってない印象はありましたし、うん、割とその、ハンダリックの裏のスペースとかが、えー、この安西に割と取られていて、危ないし何度かね、作られてたりとかしたので、 まあ、そこ、最終クロスのところとかはね、スタイリングで防いだりとかしてましたけれども、割と本当に危ないシーン多かったので、あれはちょっとね、一歩間違えればというところで、かなり前半のところはそこの、えー、安西とその後ろにいる佐藤京、この左サイドバックの佐藤京が、ものすごい上手いんですよね。もう、これ、今シーズンの京都の試合見てたらもう絶対わかると思うんですけど、この佐藤京がもう完全にキーなんですよ。まあ、あの、 まあ、広島でね、前節ゴール決められたアライナウト。まあ、あの選手にちょっと非常に近い、新潟でやってた役割とかにも非常に近くて、まあ、ボランチのような位置。もともと、まあ、中盤の選手だと思うんですけど、ボランチのような偽サイドバックっぽいポジションを取りながら、左サイドでね、こう、起点を作ってくるっていうね、この佐藤京が。まあ、守備面でも効いてるし、攻撃面でも効いてるっていうプレーだったんですけど、まあ、ここでね、起点を作られて、そこに食いついてしまうと、その裏を取られるっていうところがね、 割と多く、えー、この試合でも見られて、まあ、佐藤をちょっとどうやって止めるのかな、みたいなところが、ガンバとしてもなかなか前半はこの佐藤を止めれずに、まあ、そのまま左サイドが割と自由にやられたかなという印象でしたね。はい。まあ、その中でも、まあ、ガンバはね、ええー、ちょっと攻め込まれつつもですね、ガンバたまにこう、攻撃でね、チャンスを作るんですけども、やっぱり一番のチャンスは、まあ、前半のね、あの、うさみの右サイドからの、 アーリークロスに対して、まあ、あのクロス素晴らしかったですね。で、その中でね、山田光太が、えー、ヘリングで合わせるっていうところでクソインのね、正面に行っちゃったんですけれども、ーまあ、その後ね、ウェルトンも突っ込んできて、まあ、防がれてしまって、最後ね、黒川から、えー、もうこれも鋭いクロスでね、えー、ファンアラーノにクロス入って、ファンアラーノがヘリングしたんですけども、わずかに幕の外と。 なったシーン。これがまあ前半の本当に最大のチャンスだったかなというふうには思うんですけども、こういうシーンをね、まあ最初の山田、そして次のアラーの2回やったんでね、まあどっちかはせめて、なんっていうところでしたね。山田に関しては、ちょっともう、正面すぎるし、うんアラー野に関しては枠に飛ばしてほしかった。というところですね。はい。 そして、まあ前半はね、ちょっと若干京都ペースになりつつ、まあ京都ペースがね、ガンバがペースをつかめなかったっていうところが、実際のところかなと思いますね。そうなんですよ、前半ね、一つちょっと大きなトピックがあって、これほんと残念なんですけども、前半37分にファンアラーノが、え相手とね、こう走った時に、えー、もう完全にね、左の桃裏押さえてたので、まおそらくハムストリングの肉離れ、ですね、ミートグッバイやっちゃいましたね、これは。 完全にあれ、あの、あ僕も、ね、あの、肉離れをしたことか、太ももの、あの、ハムストリングのね、肉離れしたことあるんで、よくわかるんですけども、あの、抑え方、えー、そして、あの、歩き方、見てると、もう完全にわかりますね。あの、完全なる肉離れです。はい。まあ、これはね、だから、あの、せっかくね、前世作るスタメン戻ってきて、ちょっとこれからコンディション上げていこうっていうところだったので、うーん、非常にね、悔しい。 37分での交代と、いうことで、メシノと、えー、交代になりました。前半37分で、前半でね、1枚カード切ってしまったというところですね。はい。で、そのままね、えー、どちらもペース握れぬまま、えー、前半、まぁ、あ、ちょっとガンバがね、ペースつかめないまま前半終了と、なりました。で、前半終了時点でですね、えー、後半開始から、ガンバでね、いきなりまた選手交代一人していきます。これはですね、山田交太に変えて、えー、坂本伊と。 いう交代になりました。まあずっとね、出ずっぱりだった山田光太なんですけれども、まあこの試合で言うと、うん、まあボールタッチも非常に少なかったし、まああまり良さもそんな出せてなかったところではあるんですけども、前半での交代っていうのがかなり気になるところで、最後の,の試合終了後のところもいなかったので、もしかしたら山田光太も怪我というところがもしかしたらあるのかもしれないっていうところですね。なんか足首を押さえてるシーンなんかもあったので、 ここはね、非常に、うーん、どうなったのかっていうところは気になるところですけれども、ん、まだ正式キャないんですが、山田孝太もし怪我ながかなり痛いかなという印象ですね。はい。前半で交代。で、後半に坂本伊佐がね、トップ下に入ってきましたね。はい。なので、右サイドにメシの、えー、そしてトップ下に、 え、坂本伊佐というところで後半スタートになりました。で、後半はかなりね、ガンバがやっぱ守備のところですね。前半なかなかこう守備で、えー、プレスのところだったりとか、えー、プレス回避のところも含めてなんですけども、うまくね、立ち位置が取れてなかった。ボランチ2枚のところなんですよね。ネタダビス木特番というところの、ん、なんか、 横にこう並ぶ感じで前半は逃げたんですけども、後半は割とこう縦関係みたいな位置取りになって、鈴木徳馬を少し前にした感じですかね。ネタラビアンカーで鈴木徳馬が少し前で自由に動き回るみたいな、えー、ポジションにしたんですけども、これをしたことによって相当こう、中盤のプレスだったりとか、あの、 え、回避っていうところが改善されたかなという印象ですね。そこでね、やっぱり修正を加えてきたことによってガンバーかなりペースをつかんだし、京都もね、えー、前半かなり飛ばしてプレスをかけてたので、えー、京都の運動量もガクッと落ちてしまったところもあって、ガンバーがね、徐々にペースを取り返したかなというふうに思います。で、まあ、その佐藤京のところをどう抑えるかっていうとかね、佐藤京のところをどう、えー、あまり、 ボールを逃げ出せないためにどうするかっていうところで、ガンバがね、後半の途中からなんですけれども、あの、左のメシ、メシの左に回して、ウェルトンを右に回したっていうね。これは結構ね、大きい、あの、チェンジをしましたよね。これによって、ま、あ佐藤京がどうしてもウェルトンを見ないといけないという。ウェルトンはね、あの、右の福田新の隙には割と抑えるれんで、ここはね、あのー、佐藤京の方のサイドに入るっていうところが結構大事だったのかな、というふうに思います。 はい。ただね、そのウェルトンもですね、一本、あの、後半ですね、カウンターから、あの、宇佐美からのス,スルーパスで完全に抜け出たシーンなんですけども、あれをね、枠外に外してしまうという、大きいね、シーン、これもシュートミスがあったんですけれども、やっぱりね、この展開の中で、やっぱ決定機、必ずちょっと物にはしてないといけないし、まあ、ガンバで言うと枠内シュート少なかったですね。めちゃくちゃ枠内シュートが少なかったんで、これはやっぱりね、これだけシュート、 うん、シーン少ないし、一点勝負っていう中であれば、やっぱ枠の中でね、シュートを打つっていうところを、うん、もうちょっとやっていかないといけなかったかなというふうには思いますね。えーまあ、京都もね、えー、最後、あの、マルコトウリオのチャンスがあったりとか、えー、どっちもね、福田新之助もその、セットプレイの流れでこう、えー、シュートを打ったシーンがあって、一問に防がれたりとかもあったんですけども、 ええー、まあどちらかというと、後半は京都よりかは、ガンバの方がペースを握ったかなという展開の中で、まあどちらもね、決定機を生かしきれず、えー、最終スコアレスゾーンとなりました。はい。まあ現地でもね、雨が結構やっぱきつく後半はなってきたので、なかなか難しい展開だなというところは見てて分かったんですけども、うん、まあ悔しい展開で最後試合は終わったかなというところですね。じゃあ、えっ、ー、と、先週、えー、評価いきましょうか。えー、スタメン、ゴールキーパーが一森。 え、まあ何度かね、ピンチ迎えたんですけれども、それをね、しっかり防いだっていうところで、やっぱりまあ、セーブ率ナンバーワンのゴールキーパーっていうところでね、まあそのセーブ率の高さはさすがだったかなというふうに思いますし、フィードも、まあ、広島よの時よりかは良くはなってたかなというところですね。うん。はい。まあそれでも若干ちょっとフィードのミスはあったんですけども、まあやっぱりでもね、え、本職のセーブっていうところがしっかりできていれば問題はないかなと思います。 いや右サイドバック、ハンダリクですね。まあ前半やっぱちょっと偽サイドバックの位置取りをしてて、そこでえ裏をね、えー、割と取られるケースが多かったんで、まあ後半はね、その偽サイドバックっていうところのポジション4グをちょっとやめて、えー、守備はしっかり持ち直したかなというふうに思いますうーん。僕はね、ハンダがちょっと偽サイドバックはちょっとあんまり向いてないんじゃないかなというのが、うん正直な印象ですね。ボールタッチとかのうんところも含めてですけれども、 ちょっと偽サイドバックっぽいキャラクターではないのかなと思っています。はい。まあこれはちょっとぶっちゃけたところです。まあもうなん、ちゃんとした右サイドバックで使った方がいい。それだったらとは思いますね。はい。あまり器用なタイプのプレイヤーではないのかなというのが僕の印象なんですよね。はい。 で、あと、ま、右サイドにウェルトン回ってきた時のウェルトンとの連携がまだまだだなっていうところは、まあ、これはしょうがない部分あると思うんですけども、ここはちょっと高めていってほしいかなと思いますね。はい。そして、センターバック、三浦玄太ですね。僕はあの、この試合のマンオブザマッチは三浦玄太かなというふうに思いました。相手のね、フォワードの原田一に、まあ、ほとんど仕事をさせなかったですし、後半に関して言うと空中戦はほぼ無敗、圧勝してたと思いますよ。 うん。で、中谷との連携も良かったし、まあ、ほぼほぼそんな、おっきなピンチもなく、あの、安定したディフェンスをしてたかなというふうに思いますし、やっぱ空中戦のところですね。まあ、三浦玄太がもうずっと勝ち続けてたんで、まあ、もう空中戦あんだけ勝ってくれると、もうディフェンスとしてはすごい助かるかなというふうに思います。で、あんちょっとね、なんか一回被っちゃったシーンがあって、うん、あの、怖かったんですけども、まあ、それ以外は、もう全然、大きなミスもなく、僕はもうウザマってあげてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。 はい。そしてもう一人、センターバック、中谷慎之介ですね。まあ、前半ね、ちょっとなかなかペース逃げない中で、えー、豊川とかにね、割とピンチ迎えるシーンあったんですけれども、最後の最後やっぱ危険なところだったりとか、相手のラストパスのところで、まあ読みをね、聞かして、パスカットしたりとか、え防いだりとかっていうところでね、やっぱ最後のところやらせないっていうのが、うん、抜群だなというふうに思いましたね。んで、中谷入ってから今5試合で3失点ですか まあ、もはやガンバのディフェンスラインで、こう中谷抜きっていうのは、まあ、正直考えられないし、考えたくもないかな、というふうに思いますね。はい。そして、左サイドバック、黒川圭介ですね。まあ、なかなかちょっと,とあの、危険なところに入っていくような攻撃っていうのがあまり見られなかったかな、というふうに。 思いますけれども、まあ前半のね、あのファンアラーノに合わせたクロスっていうのは良かったですし、えー、後半もね、結構いいクロスを上げてて、割との方に上げたりとかしてたんですけれども、なかなか中がね、うん、合わせきれずというところでしたね。うん、そろそろね、もう前、えー、前半戦か、えー、開幕後節が終わってというところで、 五、えー、5節はよ。6節か。でもンマで言ったら 5, 5試合か。5試合終わって、まあ黒川がね、ちょっとなかなか、うん、アシストとかにまだ絡めてないっていうのがちょっと気にはなるところですけども、まあそれでもね、えー、前節の、えー、山田に通したパスだったりとか、えー、今節の、まあ日本のクロスだったりとかっていうので、まあ徐々にね、存在感は、良、うん、くなってきてるのかなというふうに思うので、そろそろね、えー、クロスからの得点だったりとか、 え中、ー、に切れ込んでのシュートみたいなところもね、見、えてくるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。そしてボランチ、ネタラビですね。72分まで出場ということで、まあ前半、ちょっとなかなか京都の中盤のプレスっていうところに苦労していたかなというふうに思います。で、後半はね、ボールを持つシーンっていうのは非常に増えたんですけれども、なんかいつものこう、ネタラビのね、さすがネタラビっていうような、こう、うならされるような、僕は現地でネタラビ見ててね、毎回、うめって何回もね、こう、 思わず声が出ちゃうっていう選手の一人なんですけど、今日に関して言うとそういうシーンは非常に少なかったかなと。割とシンプルなプレーが多くて、さすがネタラビっていうようなプレーっていうのは、うん、ちょっと見られなかったかなという印象ですね。そしてもう一人、えー、ボランチ、鈴木徳馬ですね。まあ、前半ちょっと京都のその前からのプレスっていうところに、まあ、若干手を焼いた印象はあるんですけれども、まあ、後半そのね、えー、ネタラビをアンカーにして少し前に、 えー、鈴木徳馬はポジション移したと思うんですけども、そこのポジションを修正してから、後半で言うと僕は鈴木徳馬がもう、マンオブザマッチ級の活躍、まあ、結果、三浦玄太にしましたけれども、これ、点入って、勝ってたりとか、アシストしてたら、鈴木徳馬がマンオブザマッチでもおかしくなかったかなっていうぐらい、非常に、あの、後半いい活躍してたかなというふうに思いますね。はい。そして、えー、ミッドフィルダー、右サイド、アラーナですね。 まあ、その前半のチャンスシーンですよね。あのヘディングのシーンは決めて欲しかったかなと、思いますけども、惜しくも枠外でした。はい。えー、まあね、うーん、その37分のハムストーリングを痛めたシーンで言うと、うんちょっと今シーズン、あらーの広島戦もそうでしたけれども、ちょっと持ってないのかなというところも若干あって、うん、なんか、 チャンスで決めれない。んで、その後に怪我しちゃうっていうのでね。うん。まあ、じっくりしっかり直して、ちょっと夏場っていうところにね、もう一度アナーノの力を借りる時が来ると思うので、ちょっとしっかりまず直して、えー、暖かくなってきたぐらいで復活して、またね、暴れ回ってほしいかなというふうに思います。はい。そして左のウェルトンですね。まあ、後半のやっぱあの絶好機を外してしまうとかですね。 うん、それ以外にもちょっと割とね、えー、チャンスのところでパスミスしたりとか、ボールタッチミスっちゃったりとかっていうところもあって、その右サイドのね、福田にもちょっと苦しめられたりとかっていうので、まあ今日で言うとちょっとやや低調だったかなと、いうふうに思います。まあ左サイドから右サイドに変わってから少し持ち直したんですけれども、やっぱ右に行っちゃうとね、その人も変わって、えー、ハンダリクだったりとか鈴木徳馬みたいなところが近くなってくるんですけど、そことの連携がちょっとまだまだいまいちかなと。 いうふうに思います。まあ、このパワフルな選手ですし、このパワフルさっていうのは非常に魅力なんですけれども、まあ、パワフルな分、いろんな意味で大味なところも非常に多いかなと。うん、繊細なボールタッチとか繊細なプレーとかっていうのは、あまり望めないかなというふうには、この選手はちょっと思いますね。ある程度大味で、うん、ざっくりとしたプレーをする感じかなというふうには思います。はい、そしてトップ下の山田孝太ですね。まあ、まさかのハーフタイムで交代と。 なりました。まあ、試合後のね、挨拶にも来てなかったんで、うん不祥の可能性もあるんじゃないかなと僕は思っています。はい。で、まあ、前半のそのね、クロスに合わせたシーンっていうのは、うん、決めて欲しかったかなというふうに思いますね。毎試合ね、うん、チャンスあるんですけど、全然決めきれないというところで、うん、一本ね、決まれば変わってくると思うんですけども、ああいうチャンスをしっかり決めるっていうところ、うん、できればいいかなと、思います。はい。ま、あ不祥になってるかどうかっていうのが非常に重要なところですね。次の試合に影響してくきますので。 まあ、山田孝太この段階でちょっと抜けるっていうのは、あまり考えたくはないかなというところですね。はい、そしてワントップ、宇佐美ですね。まあ、宇佐美この試合は非常に良かったですね。まあ、そのチャンスメイク能力、ウェルトのスルーパス、もうあの、玉足の速さ、強さ、ともに完璧なスルーパスでしたよね。 ね、プレスもね、前からずっとサボらずかけ続けていましたし、まあこの試合で言うとかなり脅威になっていたかなという印象ですね。はい。まあシュートがね、一本惜しいシーンあったんですけれども、川崎にね、ギリギリで防がれたというところで、まあそこをね、えー、決めきれればというところでしたけれども、うん。あの、全体を通しては宇佐美非常に良かったかなと思います。じゃあサブメンバーですね。 はい。まず、えレ、ー、フェンダー、クロカえクロカじゃないよ。レンダー、福岡翔太ですね。クロカに代わって、終盤に左サイドバックで出場と。うん。ミドルシュートのシーンとかありましたけど、まあ正直見ててミドルはあんまり可能性を感じなかったですね。まあ、メンタリティとしてはミドルを打つっていうのはね、いいとは思うんですけれども、可能性は低いかなという印象ですね。うん。はい。そして中盤、ダワンですね。ネタラビに代わって、ね、72分からボランチ出場ということで、 ま、中盤のね、強度というところで、まあ、このボランチ3人で回すっていうのが今の前半戦のガンバの特徴かなというふうに思います。で、まあ、スコアレスの展開だったんで、こういう時にダワンってやっぱりね、頼りになるんで、ミドルとかね、セットプレイっていうのが期待にあ持ってたんですけども、今日に関してはそこは不発だったかなというふうに思います。そして、えー、中盤メッシのですね、37分から出場ということで、結構ね、長い時間出ましたね。うん、アラーノの負傷で前半から急遽出場だったんですけども、 後半15分とか20分ぐらいまではなかなかピリッとしなかったかなという印象ですね。うん。で、足、相手の足が止まって、あの、スペースができたりとかすると、まあ徐々にね、ギアが上がったりとか、ボール持つ時間も増えて、あのー、ドリブルする機会も多かったんですけども、やっぱりね、いい時のこう、キレのあるドリブルとか、うん、メシのね、強烈なミドルからのシュートみたいなところが、なかなかね、見られないので、ちょっとまだ絶好調まではほど遠いのかなという印象です。 はい。そして、フォワード、坂本伊佐ですね。まあ、山田孝太に代わってトップ下で出場ということで、運動量はね、非常にあるんですけれども、まあ、チャンスが、ガンバのこのチャンスのな場面で、なかなかね、坂本伊佐がそんなに絡んでこなくてそ、そういったその、チャンスに絡んでくるプレゼンス能力っていうところも大事なんですけども、シュートチャンスにはなかなか絡めなかったかなという印象ですね。そして、フォワードがジェバリですね。 まあ83分から出場ということで、宇佐美に代わって終盤に出場してきました。まあ、久しぶりにジェバリー昨シーズン以来で僕、あ,あ、そっか、広島戦のプレーシーズン以来かな。で見たんですけれども、まあ、技術の高さとね、懐の深さっていうのは相変わらずで、コンディションも非常に良さそうに僕は見えましたね。うん、まあ足元に入るあのコネコネドリブルいつシュート打つんだみたいなやつも、うん、相変わらずやってるし <laughs>、 うーんこの選手ももうちょっとシュートまでっていうところをやってほしいんですけれども、まあね、足元に入れたがる癖っていうところで。まあただ、うん、コンディションは良さそうなので、まあ期待できるんじゃないでしょうか。えー、続いて監督ですね。ポエアトス監督。まあ、僕はちょっと正直今回厳しいかなというところに思ったのが、まあ今回ね、この試合でターンオーバー使わずに、前半終了時に二人の交代者を出してしまう。まあ、 しかも、おそらく負傷者二人っていうところで、まあ、これは僕ちょっとマネジメントのミスかなと思いましたよ。それは、あるんじゃないですかね。これはちょっと、なぜターンオーバー使わなかったのかなと、ターンオーバーまでは使わなくてもいいとは思うんですけれども、うん、特に、まあ、ファンアラーのはしょうがない部分あったとしても、山田光太のところに関して言うと、防げたんじゃないかなというふうには、うん、思いますね。後半ね、その守備の仕方を、まあ、修正して、 前半の悪かった流れから修正したというのは非常に良かったかなとは思うんですけれども、うん。まあその最初のスタートのところ、前半のところっていうのは非常に気になるところかなというふうに思いますね。はい。まあ、なので次の札幌戦どういう、うん、メンバーで来るのかっていうところかなと思います。特にね、今、あの、怪我人が増えてるウィングのところとかですよね。まあ、ハンダリクとかね、黒川とか中谷のいるディフェンスラインは割とみんな頑丈そうなんですけれども、 攻撃陣の怪我の多さはちょっと心配な感じですよね。最後ね、試合全体を通してなんですけども、前半ちょっとね、運動量も非常に少なくて、まあ、京都の左サイドからの攻撃に手を焼いていたかなという印象でしたね。うん。まあ、僕だからね、その、さっきの話もあったんですけど、ハンダリクの偽サイドバックは、ちょっとハマらないとき全くハマらないんで、うん。ここはもう少し考えものかなというふうには思うんですよね。いいときはね、いいんですけれども。 はまらなくなっちゃうととことんはまらないっていう印象ですね。はい。あまりやっぱ器用なプレイヤーじゃないっていうところはね、僕はちょっと思うんですよね。いい選手ない、ね、いい選手は間違いないです。守備特にね、あのー、最後こう、踏ん張れる選手なんで非常にいいんですけど、サイドバックっていう感じの選手なんですよね。あまりこう、中に入ってっていうところで、うん、良さを出せるとはあまり思えない。 っていうところですね。で、まあ一点勝負になると感じていたんで、この試合はもう、決定機物にできるかが鍵かなっていうふうに前半は戦いに思っていて、まあ、前半の段階でもうすでに決定機逃してたし、後半のウェルトの決定機も外しちゃったしっていうところで、まあそうなっちゃうよねって感じでしたね。うん、こういう試合で決定機を物にできないと、まあそうなるよねっていうところでしたね。なので、ちょっと悔やまれる試合ではあったかなというふうに思いますし、まあ、決定機ちゃんと物にできていれば、 うん。だからクソンユンがほとんど多分セーブする機会がなかったです。だから枠に飛んでないですもん。雨でね、こうボールとかも滑ったし、ピッチもぬかるんでたんでうーん、クソンユンにもう少し仕事さすようなね、シーンがあればよかったですけど、メシノのシュートもちょっと若干怪しいですもんね。あれクソンユン触ったけど、おそらく枠行ってないだろうな、みたいなシュートだったんで、もう少しね、ゴールキーパーをちょっと脅かすようなシュートっていうのが、 多くあればよかったかなというふうに思います。はい。ということでね、えー、今回の、えー、動画以上になります。まあ今日はね、ちょっと泥悔しいですけれども、また週末にね、えー、今度は札幌、えー、まだ未勝利ですかね、札幌に関して言うと。まだ未勝利の札幌との試合ということで、ちょっとね、負けなしのガンバと未勝利の札幌ということで、大丈夫かっていうところは、なんか色々ね、フラグビンビン立ってるんですけど、 ちょっと怖いところではありますよね。しかも、昨シーズン札幌には結構やられてたんで、その札幌相手かというところでね、苦手意識があるんですけど、ここでね、苦手意識を断ち切るかというところじゃないですかね。で、ガンバに関しては今順位は6位ということで、相変わらず周囲は町田なんですけれども、2位広島、3位セレッソ、4位神戸、えー、5位鹿島、そして6位ガンバということで、1試合少ないながらもね、 え6位、えー、勝ち点9ということで、まあ、いいスタートはしっかり切れてるかなと思うので、まあ、この4月のこの連戦のところでどこまでまた勝ち点を伸ばすかっていうところですし、まあね、あの、守備が圧倒的にやっぱり安定してきてるのは間違いないと思うので、うん、この守備力さえあればね、そんなに大崩れはしないんじゃないかなというふうには思っております。 はい。ということでね、えー、今回の動画以上になります。はい。またね、次の札幌戦のレビューで、えー、お話できたらな、というふうに思います。はい。では、えー、動画内容いいなと思ったらぜひね、いいねボタンとチャンネル登録していただいて、えー、ガンマーサポーターの皆さん、えー、コメントいただけるとありがたいです。ありがとうございます。